はい、皆さんこんにちは、高野です。こんにちは、勅使ヶ原です。今日はゴルフのボディーモーションのイメージ、なんとなくざっくりとどんな感じで体が動いていったらいいのかなっていう、まあ、クラブを使って手首を中心にクラブヘッドを振るっていうのと同時に、体のなんとなくこうイメージは持っておいた方がいいので、そういう体のモーションについてお話ししていきたいと思います。ではよくお客さんにやってもらうドリルを勅使ヶ原さんにちょっとやってもらいたいと思います。まずクラブをこのように下に垂らすようなイメージで横から持っていただきます。で、ほとんどのアマチュアの方がいつものゴルフスイングのイメージでこの状態からちょっとハーフショットぐらいのイメージで体の動きをやってみてくださいって言った時に、こんな感じになります。はい、すごく、まあ、頭が動いたりとか、あと体全体がすごく横回転をしてるっていう状態ですね。でも実はゴルフって例えばバックスイングからトップの位置の動きを説明すると、構えて左に倒れてこのまま横にぐーっと回転すると、これでトップなんですね。なので実はゴルフってこういう動きがすごく入ってます。この体の脇の側面の伸び縮みっていう動きがすごく大事で、感覚的には肩が縦に動いているイメージ、このまあ手首のテコの運動と連動するんですけど、肩が縦に動くようなイメージ、こういうイメージがすごく大事になってきます。そのイメージをちゃんとこのドリルの時にやっていただくと、もう一回構えていただいて、で少し縦回転のイメージでこういう感じになります。バックスイングは左肩がちょっと下がって縦に動いている感じで、右側は少し伸び上がっているイメージ、切り上がっているイメージで、左側は少し下がっていくようなイメージで、押し手側、左側の肩甲骨は少し前に腕が長くなっているようなイメージがあります。で、逆にフォローサイドは右腕がちょっと長くなるようなイメージで、右肩が下がっていって、で左サイドが少し切り上がって伸び上がっているような感じになります。ちょっと何回か繰り返してください。いいですね。でちょっと膝も柔らかくしてあげると、ちょっとスイングっぽくなってきます。ちょっとじゃあ向こう向きで、向こうにターゲットがあると思っていただいてやってください。感覚的には結構手元が直線的にターゲットの方に動いていくようなイメージがあると、この体の縦回転とクラブにかけてる力の方向っていうのが連動してきます。もう一度さっき の, あの横回転のイメージ、良くないイメージでやってみてください。こんな感じで回るとどうしても体がすごく開いてしまったりとか、一塊で体が回りすぎちゃうので、このグリップを通じてクラブをしっかり振るっていうイメージがなかなか出ないです。ただ普通に構えてもらって、今の横回転のイメージで振るとこんな感じで体が回りすぎてしまう。で、横回転する方っていうのは横回転だとクラブが上に上がっていかないので、自分の手元ですごく持ち上げるような動作になりやすいですね。横回転して持ち上げる、また横回転して持ち上げるっていう、そういう形になりやすいです。頭がめちゃめちゃぶれ、頭もぶれやすいですよね。軸を取る感覚も出ないですよね。なので、なんとなくざっくりしたイメージで一つお伝えすると、ボールをこうやって横に投げるようなこういうイメージではなくて、まあ、ぶら下げて揺らしてるようなイメージ、下にボールを下げて釣ってる状態で揺らしていくと、意外と体の縦の運動っていうのが入っていくので、これをなんとなくステップ動作の中でやってあげると今の動きに近い感覚になりやすいです。多くの人は横からこうやって投げるようなイメージを持っている方が多いので、この体のボディーモーションについてなんとなくイメージを持って、それでクラブを振ってあげるとすごくいい素振りとか球を打つ時もいい感覚になるので、ぜひ試してみてください。